驚きましたか？いかがでしょう。これまでの私とは違うのですよ。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。試練が怖いとき、アイドルはあまりやっとありませんが、精一杯努めてまいりますね。よろしくお願いいたします、先生。